失敗した。ギターフィンチャンジュリクスとマザービンテージュリクス。はい。ちょっと冒頭何もいいか失敗しましたけどね。今日はね、天秤ばかりをやってみようかなという気になりましたので、かなりね、初期の楽曲だと思うんですけども、フルバージョンっていろんな歌詞が出てきてすごい長いと思うんですけども、これはね、かなり新しめなんですよね。放送禁止用語っていうのがある。入ってると思うんですけどもね、それが変えられてるので2000年に入ってからかその辺あたりの前後の、バージョンだと思うんですけども、初期はねもう叫びまくってはりましたけどもね、だんだんね時代とともにこう聞かせるような天秤ばかりに変わっていった弾き語りはね、そういうふうに思います。ハーモニカもね、もう最後の方めっちゃうまかったですけどね、真似できひんな、この G のハーモニカ、Em だったり G のハーモニカを使ってるとは思うんですけども、これでマイナーの音を出すのは非常にね難しいっちゃ難しいんですよね。だからちょっとうまく動くかどうかわかんないんですけども、まあ、やってみたいと思います。で、川島英吾さんはこの曲は、サムピックを使われてると思うんですけども、私ちょっとピッキングでさせていただこうと思いますね。はい、ということでね、放送禁止用語がどんな風に変わっているのかというのも、お楽しみいただけると思いますのでよろしくお願いします。本当に、ラストのサビの手前のところですけどね。はい、では参りましょう。神様だと思っているんだろう。拳を上げる日
親が赤ん坊を殺しても仕方のなかった時代なんて悲しいね。母親が赤ん坊を殺したら狂ってると呼ばれる今は平和な時。バージョンはかなり新しめだとは思うんですよね。冒頭にお話ししましたけども、あの放送禁止用語が、狂ってると呼ばれるに変わってるというところでね、2000年には入ってたんじゃないかなと思いますが、まあこれが精一杯だと思いますけどもね、はい、フルバージョンはとても無理でしょうね。ではまたお会いしましょう。